大相撲秋場所、6日目、13日、両国国技館、大関琴桜が平幕御嶽海を寄り切り、一敗を守った。進行のあるパリゴリンレスリング男子グレコローマン77キロ級金メダリストの草かなを、3K 海運、がテレビ中継のゲストとして来場する前で、看板力士の強さを示した。 関脇大の里は正代を一周して無傷の6連勝。関脇霧島はサ猿を送り出して一敗をキープした。大関宝昇龍は王鵬に屈して4敗目。大の里が単独トップで変わらず、一敗は琴桜と霧島の二人となった。強さを見せつけた、師匠、が、世界の頂点に立った男とがっちり握手を交わした。 ことの顔に穏やかな笑みが浮かぶ。パリゴリンレスリング金メダリスト草加の前で会心の相撲を披露。刺激をもらったので、トムネを張った。先場触敗を舐めた三竹海を圧倒した。素早く左上手を引いて右四つに組み止めると、前に出ながら一度切られた上手を取り直して寄り切り。中継で草加が、 本当に勉強になると話していたと聞くとそうやって見ていただいて、ありがたいっすねと喜んだ。今年2月、中学まで相撲経験もあった草加が、佐渡ヶ岳部屋に、出稽古、に来た。こと桜は肌を合わせて刺してや体重のかけ方などを助言。金メダル獲得後、今月4日には再び訪問を受けた。メダルを持たせてもらい、重かった。 世界で戦うというのはそういうことと、異業の重みを実感していた。この日の朝稽古では、土俵には入らず、ストレッチなどで調整。前日の初黒星から切り替え、引きずらなかった。取り組みを見返しても、全部を反省していたらりがないと、場所中は突き詰めすぎずに次の取り組みに向かっている。草加から優勝してもらいたい。 めちゃくちゃ祈ってますとエールを送られたこと桜。一差で追う展開もまだ中盤に入ったばかり。自分を信じて出し切って、それを繋げていくと、雑念なく大関の務めを果たした先に、初の支配がある。